前方公園墳。前方公園墳は、古墳の形式の一つ。円形の熱死球に、方形の突出部が接続する形式で、早急の鍵穴形をなす。主に、日本列島で3世紀中頃から7世紀初頭頃、機内大王母は6世紀中頃までにかけて築造され、日本列島の代表的な古墳形式として知られる。世紀頃、大和地方の 奈良県桜井市に巨大都市が出現し、最古の前方後円墳とされる橋墓古墳を築造する。これをもって古墳時代の始まりとする。その後日本各地に同じ形の墳墓が築造されていった。大和政権の勢力下にある日本の諸地域、及びそれに影響を受けた朝鮮半島南部でのみ見られる前方後円墳の起源については、これまでに 様々な仮説が唱えられている。最もよく知られているものは、弥生時代の墳墓から独自に発展したものであるという、学説である。この説においては、従来より存在した、円形墳丘墓の集合を掘り残した、立教部分、通路部分で、再始動が行われ、その後この部分が、墓、死の世界と人間界をつなぐ立教として大型化し、円墳と一体化したと考えられる。 それに対して、各地方政権の分母の休合によるという説もある。例えば、形は、針間の前方公園型分母から、付近市は古代出雲政権の四隅都市質型分休母から、というように、弥生時代に作られていた各地方政権の分母の諸要素を休合して、大和政権が前方公園分を考案したという。奈良県柏原市の世帯席では、 やよい時代終末期、2世紀頃の前方後円形の円形集項墓が発見されており、前方後円墳の原形である可能性が指摘されている。前方後円墳の形状は、古くは標端型などとも形容されていた。前方後円の子は、江戸時代の国学者、ガモウ君平が19世紀初めに表した三領詞で初めて使われた。ガモウは、 各地に残る車塚という名から、前方後円墳は、旧車を模倣したものだと考え、方形部分が車の前だとした。しかし現在では、古墳時代に、そのような車は存在しなかったと考えられている。明治時代末期になり、ウィリアム・ゴーランドは、円墳と宝墳が結合して、清野賢治は、主墳と倍長が結合して、前方後円墳になったと推測した。その後、 壺形かあらけの形や盾の形を模倣したというような学説も生まれた。現在の研究では平面では円形をしている公園部が埋葬のための紛丘で主球であり平面がバチ型、長方形、方形、台形などの突出部をひっくるめて前方部と呼ぶ。前方部は弥生紛丘墓の突出部が変化したものでもともと死者を祀る祭壇として発生。 発達とする説や壮列が公園部に至る墓道であったとする説があり、次第に独特の形態を成したと考えられている。ただし時代が下ると前方部にも埋葬がなされるようになった。しかし、慣習と便宜によって、前方公園墳、前方部、公園部といった用語はそのまま使われている。古い形の前方公園墳は、前方部は低くバチ型をしており、 公園部は進行に関わらず大きく高く作られている。バチ型にしているのは、総列が傾斜の緩やかな道を通れるように、前方部の左右の両線のどちらかを伸ばしたものと考えられている。日本列島に広く分布し、その数は約4800機、あるいは約5200機とも言われる。前方公園墳の存在が明確でないのは、北方では北海道、青森県、 秋田県南方では沖縄県の京四道県に過ぎない。建造時期や個数には幅があるものの他の43の都府県では数百基から一、二基の前方公園墳が知られており、そのうち最多は千葉県の約720基、離島の津島、一岐、沖などにも存在する一方で、これまでのところ淡路では存在が確認されていない。 各地域で最後に建造された前方後円墳は、その時期にほとんど差がないことが判明している。五世域を最後に建造が途絶えた徳島県などは、数少ない例外である。日本列島以外では、朝鮮半島西南部において、堺山江流域を中心に前方後円形の古墳十数期の分布が知られる。詳細は、朝鮮半島部の前方後円形墳を参照。 近畿地方を中心として、日本全国に広く分布する大型の前方後円墳の周りには、小型の前方後円墳、あるいは、円墳、砲墳が寄り添うように建造されており、複数の大型古墳から構成される、古墳群が形成されている箇所も多い。古墳時代に築かれた巨大な墳墓中はその多くがこの前方後円墳であり、その中で最も大きなものは、 大仙領古墳、伝人特天皇領であり、墳墓の表面積としては、九フ王のピラミッド及び、始考定量をしのぐ、世界最大の墳墓である。墳丘の全長が525メートル、高さが39.3メートル、周りには、三重の集合を巡らしている。六世紀になると、前方後円墳の作られ方に変化が生じてくる。関東地方遺跡では、 ほとんどの前方後円墳の規模が縮小し、墳9丁100メートル以上の規模の比較的大きなものは、九州の岩戸山古墳、尾張のダンプ山古墳など一部を除くと、奈良盆地内や古市古墳群など、機内に集中するようになる。また岩戸山古墳と、ダンプ山古墳、そして、機内でも大応募の可能性が高い古墳と、その他の古墳との規模の格差が拡大している。これは、 当時の社会体制の変化を表しているものと考えられ、特に河内大塚山古墳、丸山古墳、今白塚古墳といった大王母と見られる古墳の規模は他をしており、これまでの有力主張の共同統治から大王への権力の集中が始まったものと見られている。丸山古墳など6世紀の大王母と推定される、墳墓は3世紀から大王母が作られ続けてきた。 古市古墳群、モズ古墳群、馬見み古墳群、咲田ペレツ古墳群、山と柳本古墳群といった古墳群から離れた場に作られており、この点からも六世紀の大王の権力構造に変化が生じたことがわかる。また、前方後円墳の形式にも変化が生じ、倍長が見られなくなり、吹き石の使用も少なくなり、墳級の断築も三段が基本であったものが二段に、 減少するそして関東地方を除くと埴輪も使用されないようになっていく。つまり6世紀の前方後円墳は大きさばかりではなく視覚的な見栄えも低下しており当時の社会における前方後円墳そのものの位置期にも変化が起きてきたと考えられる。一方関東地方では他の地方とは異なり6世紀 埼玉古墳群など墳丘町100メートルクラスを含む前方公園墳が盛んに作られる。埼玉古墳群では長方形をした二重集合の築造下野の前方公園墳では、気段と呼ばれる広い平坦面を持った前方公園墳など地域色が見られる前方公園墳が作られており、6世紀の段階ではまだ全国一律の増母規制を行う段階には至っていない。 前方後円墳の出現期から大容量と見られる大型の古墳をはじめとする多くの前方後円墳が集中的に作られてきた機内の古墳群では6世紀半ばに古市古墳群で前方後円墳の築造が終了した後前方後円墳は作られないようになり6世紀後半になると全国各地で前方後円墳が作られないようになっていく 大容量としても6世紀後半に造営されたと見られる丸山古墳か梅山古墳または大地西山古墳を最後に前方後円墳から方墳へと変わった関東地方や諏訪など一部の地域で7世紀初めから前半まで前方後円墳の築造が続いたケースもあるがおおむね6世紀末までに前方後円墳の築造は終了しその後 主張簿は主に円墳内市方墳に移行し、大王墓など一部の主張簿は八角墳などの多角形墳に移行する。前方後円墳は、墳球、前方部、後方部、作りで、埋葬施設、間室、角室,室,室、石室、副葬品、外表施設、ホ度固めの吹き石、採取用の土器、埴輪などなどの所要素からなっている。後円部は、 前方公園墳で最も大切な場所である。それは、そこになき主張を埋葬し、盛大に埋葬祭祀が行われてきたからである。その頂上は、狭いが平坦に作られていて、その下の土中に埋葬を行うのに、都合の良い形に作られている。裾部から板垣までは高く作られ、その斜面の勾配は、平均的には25度から26度あり、それ以上の急勾配もある。 築造当時には斜面に吹き石が敷かれて登ることができないように作られている。前方部から後円部に登るために一つの工夫がなされている。それを隆起車道という。この隆起車道の設置によって後円部と前方部がつながることになる。しかし、この車道だけで頂上や頂下の母校に達することが難しい場合が多いので、 車道の途中から母校に達するための掘割り歩道を設置した。また、首レブや前方部の斜面も急勾配に作られており、簡単に登ることができなくなっている。壮列が登れるのは前方部の前面の左右の偶角のどちらかで、そこを緩い斜面にして登りやすくしている。このように、前方公園墳は簡単に登れないような急斜面で囲まれていると言っても良い。 登ることを包めという意味であり、前方後円墳は近畿の状態に築造されている。最古の前方後円墳は三世紀代の橋墓古墳のように、前方部の前面幅がバチ形になっており、前方部の前面幅が後円部の直径に匹敵するほど開いている。京都府木津川室脇大塚山古墳などが挙げられる。高さも後円部の方が高くなっている。 次の段階では、前方部が前面に向かってまっすぐ伸び、幅狭く低い。例として、桜石茶臼山古墳などがある。その後、時代が下るにつれて公園部の直径と前方部の幅がほぼ同じとなり、古墳時代中期、さらに時代が下ると前方部は巨大化の一途をたどり、前方部の幅が公園部の直径の1.5倍、中には2倍に達するものもあり、 高さも前方部の方が高いものが多い古墳時代後期。また、古墳時代後期の一部の前方後円墳には、県領計と呼ばれる前方部の中央外の字のように、やや角張って、外側に突き出すような形状をしているものがある。なお、県領計が確認されているのは、今城塚古墳、河内大塚山古墳、三瀬丸山古墳、鳥屋三在古墳、河原塚古墳と極めて数が少ない。 最古級の前方公園墳には作り出、作り出しは見つかっていない。大要望及び地方の有力市長墓のみに付随すると考えられている。この作り出に埋葬が行われている例が見られる。埴輪を建て並べたり、継承埴輪を置いたりしている。最初、追葬が公園部や前方部の墳町で行われるのではなく、くびれぶす付近に作られた、作り出で行われたことは、 埋葬祭祀の考え方が変わってきたのではないか。それは、墳町へ登ることが禁忌され、異形されたことと関わっていると考えられ、追葬や祭祀は、一定期間行われると停止されるものと思われる。埋葬祭祀で使用された土器は、最古級の前方公園墳では、宮山型特殊器台、特殊粒、この土器から変化した最古の埴輪と言われると、月型円筒埴輪と次に古い特殊。 壺形派庭、円筒派庭、家形派庭、武器系派庭、人形派庭などである。特殊土器は、日常の機材、壺と違い大きく、文様で飾られている。機材は1メートルほどもあるものもあり、壺も40センチから50センチぐらいで、機材に壺を乗せると人の肩ほどにもなる。このような大きな目立つ道具を使って亡くなった主張の、 霊魂と主張権を継承するための祭祀を行ったと考えられる。横穴式石室の石室そのものは広い空間であり、一人の死者だけでなく、親族や血族の死者を一緒に葬ることができる。今までの縦穴式石室の一人の死者、主張を葬るという双方とは大いに違い、埋葬関連や埋葬施設に変化が生じた。埋葬祭祀は、空格、 前方部の前面の左右のどちらかから前方部長へ上り、そこから公園部に向かって降りていき、隆起車道、公園部へ上りやすくした斜面を上り、掘割墓道、石室への道を経て母校に入る。石室は公園部長に入り口を前方部方向に向けて作る。このような古式の例は、福岡県老寺古墳や月崎古墳に見ることができる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。